リーチ三色ドライチ、どこから上がっても本堂をまくることになります。待っててよかったですね今のは。そしてカヤモリがチートイツのイーシャンテンに、まあ、ただ無理しないでしょうね。カヤモリはそんなに無理しなくても2着は安泰の立場と見ていいですか。アネマンさえ振らなきゃいいんで秋のリーチにはね。そうですね、倍満積もられても届かない点差です、はい、ね、やめますよ、うん、ここは冷静、しっかりとチームのために2着を持ち帰る。チーマン1枚減りました。ホンダ、ホンダが追いつくかどうか本当にそこにかかっている。もうね、まっすぐ行くだけですよね。しかないですね、手の中すべて真ん中の牌。しょうがない、追い詰められたのでもうここは突き進むしかない。赤赤持ってる。久藤が上茶なんで、そうそうね、動ける牌が出て1枚ぐらいは投げると思うんですけど、あ、4万取っちゃった。チーマン筋になりました。そうなんですよね、久藤は別にもう無理する必要が全くない。さあ、ここで選択だ。関数ワン、サブロー、ビン、関ウーソ、3万ウーワンって切るのかな。3万が宣言牌の数字、そしてウーマンは1枚勝負の牌になるでしょうか、ね、スーソローソって切るよりもなんかね、そうです、全く通ってないですからね、イーソーしか通ってないです。となるとですよ、なると本田に7万が来たら止まんないですね。いや、もうマンズの街はいらないですもんね、これマンズは全部出ちゃうんで、うん、秋の上がり牌の7万は山に残り2枚。わー、さっき嫌ったところじゃないか、単4になったんで思い直して、うん、そうですね、泣ける、ね、泣けるぞ、泣ける形にね、うん、そんなことあるんですね。なんかね、ちょっと口紅噛み締めた。さあ、チーワンがカヤモリにも、カヤモリから出ることがあったら、リーチ3色8000、1万6000点差、まあ、ハネマン直撃だけダメですね、マンガンのままだったら大丈夫。強気に行くならパーソーなんですけどね。いや、形目いっぱいならそうですね、両冠両面に取れるのはパーソー切りですが、ただパー1通りそうなパイなんでね、うん、ローマンが自分の目線から3枚見えてる、強気に行けないね。そうですね、これは壁を利用しての両冠でしょうか。3枚、まあ、両冠3枚あるからカヤモリ楽ですね。はい、この両冠通ったの非常に大きかった。危なかったですよね、ちょっとチーマン ね、後筋って盲点になりそうですよね、あの本人の意思が入ってないから。来たー、わ、すごいじゃんこれ。逆に迷う、豪華すぎて迷う。現物サブルピン3枚切れの3ピンが現物だ。さあ、ホンダに勝負でテンパイ入ったサブローピン対ペンチーワン。ペンチーワンは山に残り1枚です。サブローピンは場に2枚3枚ぐらいありそうだね。残ってますね。ローピン場に3枚手に2枚山3だ、うん、いや、これあるぞ、ホンダ大逆転コースある。プレゼントねだれるなら今はサブローピンをねだっている。どうだ、ただチーワンもいる、チーワンも山に1枚残ってます。かやもりテンパイ関ローバン。さあどうなる、関ローバンは関ローマンひょっこりもありますね、これ詰まった。6100つも太陽ピンク赤赤赤、素晴らしい。石海星の6000は6100オール。ここで終わる男ではなかった。終わんなかったね。バースデー6000は6100オールでホンダが2番手に躍り出ます。市場も絶対絶命かなと思いましたが、ね、いや、秋は厳しい。理想の手代わりまで待って最善を尽くしましたが、ここはホンダの粘りが勝った。まだまだ続きます。何の4曲、日本版ドラは一品です。ちょっと昨日から高打点出すぎじゃないですか。すごいね、すごいお祭り騒ぎ、はい、いける、まだいける、いける、ね、まだいけるね。ホンダドラが重なったら100人力。さあ、かやもり追う立場になりました。目指すは2番手、マンガンツモ、マンガンツモ OK ですね、目標はそこ。秋は、秋は厳しい、倍満積もっても着順アップないです。なのでここは素点を
最大限守る戦いになってくるでしょうか。ただこれ、まあ、秋はどう出るかちょっとわからないんですけど、カヤモリも条件厳しくなってきたのでちょっと長引くかもしれないですか。はい、まあ単野ピンフでリーチは行くんでしょうけどね、カヤモリね、裏ドラありますから。単野にはしたいですね。でも刺し子になれば理想ですけどね、刺し子の3色になれば。はい、じゃあ難波に高い上がりがたくさん。下との手が重いな、これは。となると、まあ、長引くか、まあ、ホンダがかなり有利な立場ということになるでしょうか。パーワン引いたらイーピン短期リーチするかしないかね、見物ですね。うん、ホンダは久里まであと28,000点、6000オールというのがいかに大きいかというのを見せつけられましたね。もう一回6000オール引いたら並んじゃうもんね、ほぼ並びです。そう、久里の手が重い。トーンは太田風です。赤い。あ、リーチだ。イーピン短期で。いきますか。リーチ。思い切っていく。さあ、積もればリーチ、積もドラドラ赤からです。裏位置で6000オール。さあ、イーピン短期。イーピンはカヤモリ1枚浮いている。残り2枚は山の中。あるぞ。どうだ、一発ならね、6000オールだった。あ、ここに来た。カヤモリ吸収しました。逆襲あるね、逆襲。そう、しかもカヤモリ、これホンダと点差が2000点分縮まりましたね。あ、でもまだダメか。8000出上がり、ギリギリダメか。さあ、ドラのイーピンは山に1枚となりました。ヒサトは親にだけは報酬したくない。いや、イーピン1枚いる。積もれば4000オールから。さあ、カヤモリ下までは遠い、まあ、ドラを2枚持ってる。5万切るでしょうね。打ち抜きますか。ああ、3万、片筋9万通ってる、いわゆる片筋の3万です。4万が1枚見えてるからか。関数マンがちょっと弱いってことですね。思い切るならウーマンもあったか。ただ引いたラスイチ引いた。4000は4200。来年の控室から歓声が上がります。リーチツもドラドラ赤の4000は4200オール。なんと魔王を本日お誕生日のホンダが追い詰めていく。いや、なんかドラマみたいな展開ですね。もうホンダ厳しい誕生日だなと思ってましたよ ね。我々も正直もう1万1000点差まで来ちゃった。あと一上がりだ。何の4着、3本馬ドラウーピン。まあまあですね、まだいけるか、ホンダ。